試合本日のメインイベント、ワードックケージファイトフライ級タイトルマッチ5分5ラウンドを行います。まずは青コーナーより挑戦者マギサ選手の入場です。旅は途中茨道続く、人生で初めてコテパにやられた、何度も人生諦めようと思えた、いつだってまだやれるって背中押してくれたやつに頭上がらん、ヘイターはうるせえし旅は続くし、大切なのは今よりもここから、体の傷も笑えば何とかなうが、生半可じゃ振り返らん神様、四角いケージに一夜の奇跡、いぶちの胸にできねえこと胸に、やつのターンでもいつもあったんで、仲間とベルト巻きシャーベットダンス、yeah、人生にはいろんなことが合う、でもブレずに一つの夢を追うが騎士、俺はテンポ揺らぐテンポ、逆地のテンポ刻む原稿、yeah、ミスミス勝利は飲ませない、こちらウェッサー岡山笠岡セレレレペン、ナスタナウドンケナウシホーリーナイト、誰より磨いたスキル Not for now Don't come now She Rolling night 誰よりもよ光も犠牲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 。対する赤コーナーより王者小林少年吉弘選手の入場です。試合開始に先立ちまして、タイトルマッチセレモニーといたしまして、国歌斉唱を行います。皆様ご起立お願いいたします。
がとうございました。ご着席ください。続きまして選手権試合宣言を行います。選手権試合宣言、本日世界観にてワールドケージファイト35においてメインイベントで行われる小林少年吉也対マキさんの試合をワールドケージファイトが認定するフライ級のタイトルマッチであることをここに宣言します。令和4年1月30日ワールドケージファイト代表竹原由紀、ワールドケージファイトコリア代表ユチル。続きましてチャンピオンベルトの返還です。写真撮影を行います。第7試合、本日のメインイベント、ワードックケージファイトフライ級タイトルマッチ、5分5ラウンドを行います。青コーナー挑戦者、チームエージェント所属、マキーさん。対する赤コーナー、ワードックケージファイトフライ級チャンピオン、チームスフィーダ所属、小林少年吉弘。ジャッジ田中勇樹、ジャッジ杉村圭司、ジャッジ福田福、レフェリー内川隆之。ラウンド1、はい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 、
スはできるけど、パスせんでいい、パスせんでいい、せんでいい、その左手だと残り時間1分1ラウンド終了です。Yeah!
一回呼吸しろ。ゆっくり、ゆっくりでいいから。その後しっかり頑張れよ。抜けたらしっかり頑張れよ。一個ずつでいいから。一個ずつでいい。親指の向きだけ合わせろ。逃がした。勝者なぎさ。ただいまの試合、2ラウンド2分2秒青コーナー、マギサ選手の一本勝ちでございます。から始めた勝負、旅は途中茨道続く。人生で初めてコテンパにやられた。何度も人生諦めようと思えた。いつだってまだやれるって背中押してくれたやつに頭上がらん。部屋はうるせえし旅は続くし、大切なのは今よりもここから。体の傷も笑えば何とかなるが生半可じゃねえ。見事勝利いたしましたマギサ選手、認定賞の授与です。認定賞、マギサ殿、本日世界観にてワールドクッケージファイト35においてメインイベントで行われたプロ野球タイトルマッチで見事小林少年義弘選手に勝利し、第3代チャンピオンになられたことをここに認定します。令和4年1月30日ワールドケージファイト代表、柿原勇気、ワールドケージファイトコリア代表、ユンチュル、おめでとう。続きまして、チャンピオンベルトの贈呈です。これよりマギサ選手が第3代チャンピオンとなりました。それでは見事新王者となりましたマギサ選手、皆様へ一言お願いいたします。はじめまして、チームエージェントマギサです。こんな時期にこんなたくさんのお客さん、ご来場いただきまことにありがとうございます。選手は、お客様みんながこうやって来てくれるで来てくれるので成り立ってます。本当にありがとうございます。僕10年ぐらいも経ってもう今36歳なんですけど、やっとベルトが取れました。いろんなジム転々としてもうやめようかなと思った時に、今は二人のユニがヒロムがうち来ればいいじゃんってね言ってくれて、もうその一言で続けようと決意して、もう終わる時はここでチームエージェントで終わろうっていうのを決めてたんで、本当に取れてよかったです。ありがとう。今日フライ級僕の前に何とかありますとかね、おじさんまだ強いよ、フライ級の選手頑張ってください。ドローじゃダメだよ、 KO じゃなきゃ。ありがとうございました。それでは最後に本日出場された全選手による記念撮影を行います。本日出場された選手はこちら、ケージの中にお集まりください。